イドルグループ、シャープババババンビの近藤紗栄子、近藤紗栄子が、J2、ロアッソ熊本の応援アンバサダーに就任することになった。熊本出身の近藤は幼少時から家族に連れられ同チームの試合を観戦することが多く、小学生の時に、子供サポーター代表としてピッチで、絆宣言を行ったという。その縁もあって今回、応援アンバサダーとして起用された、近藤は、地元熊本、そして小さい頃からずっと家族みんなで応援していた大好きなロアッソ熊本に、こんなに素敵な形で携わることができて本当に嬉しいです、と喜びの報告。チーム愛は東京でアイドル活動をしていても変わらず、休みを見つけては試合を見たりしています。去年のホームゲームや11月の J1 参入プレーオフ決定戦も現地で応援してました、という、応援アンバサダー就任にあたって、サッカー知識はまだまだ未熟な部分もありますが、熊本出身そしてロアッソ熊本サポーターとして皆様と楽しみながら J1 昇格へ向けてチームを全力で応援し、微力ですが支えていきたいと思っております。いろいろ教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします、と気合十分だ。